送ってくれてありがとう。本当にいつも助かるよ。時に夜は怖いから一人で帰るの嫌だな。うん、明日は暇よ。ああ、行く行く。ずっと行きたかった、あのオムライス屋さん。なんでわかったの？ああ、バレたのか。確かにいつも食べてるよね、私。しょうがない。だって大学の食堂は日本一のオムライスを作っているから。あなたはカツ丼しか食べれないから、オムライスの魅力わかるわけないでしょ。はいはい、美味しいだろうけど、一回食べてみ。大学のオムライスは本当に美味しいから。わかった。じゃあ代わりに私はあなたの大好きなカツ丼を食べてみるね、今度。すごい話ずれちゃったね。いつもこんなちゃうね、私たち。このまま続けたらいいのにな。うん、何も言ってないよ。うん、ほんとほんと。さあ、ちょっとあそこ止めて。いいから止めて。さあ、好きなんだけど。何かってあなたのことに決まってるじゃない。なんかさ、最近すごい仲良くなってて、いつも一緒にご飯とか食べに行ったりしてるじゃん。で、私めちゃめちゃ楽しいの今。だからこの関係を崩したくなかったから、ずっと言えなかったけど、なんか好きになっちゃったみたい。ごめんね、なんか私のせいで気まずくなっちゃった。家すぐあそこだから、残りは歩いていくわ。ごめんね。ありがとうね。今日は楽しかった。うん。あ、そう。明日ね。うん。OK。ありがとう。うん。じゃあ、また明日。また明日って。また明日、話そうって。気をつけて帰ってて。